しを今培養して育てて出荷しているまあ本気の本気そのために頑張ってきたんだもんね振られる前提の応援コメントなんだけど優しい <laughs> 間に合わなかったえー はい、うこと思いますいいはいというわけでやってまいりました。モブ最後ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回はですね、青春の1ページという感じで、まあ、最後ね、かなりとんでも展開が行われていて、僕は大パニックを起こしてしまったわけなんですけれども、コメントを見る限りね、あれは本当にただのおまけのコメディエースだっただけで、なんか伏線でもなんでもない、本当におまけのワンコーナー、 だよみたたたいいなことを知れたのですたですすご良かっね安心しました。はい。安心して今回のお話に入っていける。さあ、今回は、つぼみちゃんが転校してしまうかもしれないということで、モブくんとね、つぼみちゃんがどうなってしまうのか、かなり遠距離恋愛になってしまうんじゃないかというところがあるので、まあそこら辺、いろいろと注目していきたいですね。モブくんの心境だったり、つぼみちゃんの心境だったり、この二人の距離はどうなるのか、注目していこうと思います。 それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて、この作品に関するすべての原理は著作権者に留保され許可された視聴者のみに配信されております。無断でこれを不正上映放映開演などをすることには現に禁止されており、違反した場合は現地罰をおり、民事罰を将来することになります。ダメだこりゃ。さて、カエルが飛んでるよ。ああ<ー>。かわいい。ああ、すごい。 あら、夕いけ小焼け。あー、でもすげー仲いいな。それから一変して距離が結構空いちゃった感じなのかどうなのか。大切な思い出なのかどうなのか。さて。どうも、モブくん。あーん。わ、あ,あーん。 OK ーー。またね。さあ、まあ、なんか、これが最終章みたいな話なので、ちょっと注目していきたいなぁ。結局のところね、つぼみちゃんモブくんの超能力っていう部分に、あんまり惹かれてないところがあるよね。でもモブくんはやっぱり魅力は超能力だけじゃないからなやるときはやるっていう、その人間性でもあるから、 さあ、本格的につぼみちゃん絡んでくるぞ。結構やっぱり、側面を撫でるというか、こう、上滑りするだけだった関係も、また変わっていくかもしれない。うぅわあああわあああオンディーン。 モブイチ引越しお笑い流血デスマッチっていうとんでもない番組のタイトルが出てきたんですけどさて 冬休みが終わったのか。クラス替え中2だっよね。あー。だけど。来月か。早えな。あー、かわいい。やばいな。 めっちゃ可愛い。あ、すべてにおいて可愛いな。どこ切り取っても可愛いんだが。なんか先まで想像してないか。うん。そうだよな、でも。それまでの準備を整えていたのに。そうね。伝えてあげないと。 やったけど家に忘れました。さて、犬香くんああ、そうだな、ラブだよな。あ、みんな <laughs> まあ、そうね。オブくんでも髪あげたらかっこいいからな。さあ、勇気。 難しいなぁ。ああうわぁ優しいもう応援してくれてんだよああ、でもそれだけ。難易度は高いわけだ。おお体はおあ,あ気合い入れてくれてる まあ確かに。ついてきてるな。まあ、そうね。肉塊部の皆さんは大概中学生にしてはおかしいがたいしてますからね。大概おかしいよ。トレーニング歴、10年ぐらいの体してる。肉界あー、鬼瓦原先輩だっけすごい優しいね。 さて、脳伝部。あら、竹中。あ、竹中君に聞きたい。確かに <laughs> あー。ああ。 そうだよね、うん。あん。<laughs> 女の子だろ。まぁ、あ、本気の本気、そのために頑張ってきたんだもんね。 はいはい。ああ、それはちょっと、あるかも。それはあるかも、でも。超能力で上がってるときかっこいいもんね。ああ、優しい仲間に恵まれてるじゃないか。あわあ、もうめちゃくちゃ告白されてるじゃない。ああ、やばい、ダメな金髪だ。まあそうだろうな。 まあ、断るには理由がある。まあそうね、傷つけることになってしまう。上大の列、すいません。あの、あの、整理券をお持ちでしょうか、皆さん。全員、全員、お断りします。じゃダメなのかなさあ、もむくんも並ぼうとしてるぞ。最後尾のプラカードには120分の文字があるかもしれない。 そうこうしてるうちに方角が終わる。あらめざとさん。あらー、もうバレちゃってる。ああ、勇気が出ないのかー。諦める理由を探しているなあ。校舎裏。 もうみんな行動してるよな。顔が <laughs> まあね、タイミング悪いよな。そうね。失恋男子を今培養して育てて出荷している。ああ。切るというか、あげた方がいいよ。 めちゃくちゃ焦ってるなあ。あらあ。そうね。礼儀正しいからそこら辺は大丈夫だ。おのめちゃくちゃないめちゃくちゃありそうだけど。ま、あそうだな。つぼみちゃんの悩みって、 相当ね、抱えてるよね、いろいろと。ああ、そうなのか。多分読めないっていう人には。まあ、そうね。なんか。さすがに。 さすがに目ざとさん目ざといなうーん難しいなお礼言しよう頼むまあそれはあるね あらあら。だから人間そのものを遠ざけていただろうからな。いただろうからな。わー。それはそれで素晴らしい意見。 セリザは <laughs> セリザは良すぎる。まあ、そうね。おつもみちゃんの好きなところを語ってみよう。うん。でも遊んでくれてたみたいだよね。 うわあ、こう開けてこう。あら、飽きちゃったわけだもんね。よく見られたいって思いが強いよな。うーん。うーん。どれ ああなるほどあの猿の T シャツはダメだああなるほど <laughs> <laughs>、まあっはっはっはははっはっはっ まあそうね、最終的には気持ちだからね。あー <laughs> <laughs> あ。はははは。まあそうね。悪くはないよな、見た目も。 そうだな。人間性に魅力があるからな、もう十分に。伝えよう。おあら、あれは、じゃあ、そ、そういうのはちょっと、あー、ちょっとあのー、すいません。あー、いやいや、全部やばいですね。今なんか最後、電撃ネットワークみたいになったけど。ああー、てるくん。 優しい友達だまあそうだななんか思いを伝えるだけにもいろいろとねそうねててるくんモテモテやもんね 優しい。ああ、でもそういう。<laughs> なんだま、慣れてる人はそうなのかなおにぎり まあ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 。まあ、そうね。まあ、そうかもね。頑張って選んでくれたのかなって思うかもしれない。あ、ちょ、ちょ、それはちょっとやめておこう。ちょっとテルク。そうね。そうそう、そうした方がいい。ちょっととんでもない、あの、 本当に、エクボさんもびっくりなデザインのシャツを選ばれていたからな。おう来た。わかんないもんなー。あー、そうか。 あったなそうかそれを知ってるのかそうねー。 さあ、<laughs> もう、振られる前提の <laughs>、なんか振られる前提の応援コメントなんだけど。あ、そうだよなぁ。でも,も、つぼみちゃんの、ねぇ、視界の中に映ってるのは誰って埼玉すいません。C 級ヒーローが、僕の中で今 C 級ヒーローなんですけど。 埼玉にファンがいました。さて、電話、ゾミちゃん。たん。電話帳か。お。家電にかけるのか。あ、やばいあら 頑頑頑張れ頑張れ頑張れ、れ、れあ直接会いたいのかもしれない。あそうか電話じゃなくて。 あの僕もこうなっちゃうよ。いや、でも、告白する場所としてはいい。さあ、どんどん気持ちが上がってる。いや、これ来るかちょ、来るよな。さすがに来るよな。すれ違うか そうね、意外とやるねあはははういしいごめんなさい、理系無理です。脳みそが爆発してしまいます。さあ。ねえ。沸騰石 頑張れナイストラップどん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 成長してる。そうね、でも発露が上手くなってるよな。溜め込むだけじゃない。ん散髪あ。ああ、いいね。 うん。気持ちだよ。あらー峰岸だっけそうかそうか。あの華やか。あらー優しい <laughs> 優しいみんなが支えてくれてる。 分かってくれるよな、つぼみちゃんも。モブくんが、頑張ろうとしてるから協力してくれてるんだよ。お金に任しているわけでもなんでもない。さて、ガム食いながらイヤホンして、ゲームして、やめた方がいいぞ。引かれるぞ。あ危ねえ、マジで。 もうこういう時に限っていろいろ起きるわけで。おい,ていやばいマニアかあくびしたんちゃうぞやべ ボブ君間に合わなかったえー、これちょなんて無情な早く出てこい運転手 <laughs> うわ、これさ、脳にダメージ与えられちゃったパターンじゃないの記憶か超能力消えるみたいな。それは嫌だ。おまんが嫌な予感しかしないんだけど。工程は絶対ない。素の部分が出るか変化が起きるか。 もう、やめてくれよ。こういう時に限って悪いことを禁断もいつも創作物って、もう、ハッピーに告白させてくれよ。<laughs> きっとさあ、つぼみちゃんはさあ、モブくんのさあ、行為を分かっていたと思うんだよ。で、勇気を出してくれたことが嬉しかったと思うんだよ。あのモブくんが、あのモブくんが私をこう、 呼び出してくれたと。変わろう変わろうと必死だけど、こっちを見てくれなかったモブくん。見ていたんだよ実際は。だけどこっちにアプローチをかけてこなかった。変わろう変わろうと言いながらアプローチをかけてこなかったモブくんがついにやってきたというところでこれですよ。いやーもうなんか超能力かけてモブくんじゃなくなったとかさー、記憶消えてモブくんじゃなくなったとか、そういうの勘弁していただきたいなと思ってるんですけど、いかがですか あ出てきたよかっあよ、よくないよ。えなに,なに,なにええちょっ全な,な,な,なんか起きてるなんか起きてるなんか起きてる <music> はいというわけで見終わったわけなんですけれどいや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 。 いや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 、こんなところで何が起きてしまっているんですか皆さん、皆さん、皆さん、皆さんも、告白はさせてよ。せめて。もう、告白はしよう僕だったら、なんか、告白の、なんか <laughs>、あー、そうか。でももう、頑張ったのにな。でも、モブくんの頑張りを見せる時だったのに。 なんか暴走してるし、しかも脳にダメージがいったからかなんだかわかんないけど。なんか次回予告では暴走してるし、これもうやばいってマジでーちょっといやでもつぼみちゃん可愛いな、普通にな。<laughs> 普通に美少女だし。いや、やばいないやー。いや、なんかサムネのつぼみちゃん見てるけど、サムネのつぼみちゃん美人すぎてやばいなモブくん本当に大丈夫かっていうところであるんですけど。 いやーでもなんかやっぱり人のなんか内側をしっかり見ているようななんか興味が湧かないっていうか全然興味がないっていう振り文句からもやっぱりなんか興味が出るような人種であることがまずつぼみきちゃんとくっつくには在ャャャみたいな大前提なところがあるからその点に関してはモブくんはクリアしてると思うんだよねすごい力を持っていながらもやっぱり霊元先生と出会ってさ霊能力というかさ超能力なんて個性に過ぎないんだぜみたいなこと言われてから超能力なんて別にそんなすごくないよただの僕の一部分 性格や個性の一つさみたいな雰囲気になってるからそうなった時にねやっぱりなんだろうなんか超能力を傘に着せなくなったモブくんを見てちょっと変わったなって思ってるはずだし、うん、最初ねちっちゃい頃はね「僕超能力すごいんだよ」って言ったけどもう飽きたっていうぐらいそれ以外の出汁を見せてごらんなさいよと言わんばかりの言い方をしたんだけどあーまだまだモブくんには引き出しがいっぱいあるし。 ねえ、やっぱりこうやってね、いろいろとね、話していくと、やっぱり、話が進むために、モブくんがいろんなものを覚えていくことによって、新しい一面をモブくんは見せてくれるわけじゃん。本当に、どこまでもどこまでも深掘りできるのがモブくんの魅力だから、 そうなったらやっぱりつぼみちゃんはやっぱりモブくんに惚れているっていうところありなんじゃないかなっていう風に思うんだけどなでもなんか結局のところ引っ越しっていうところがすごい引っかかるよね告白成功したがゆえにどうなのみたいなしたとてどうなるのっていうところはすごい気になるところではある引っ越しっていう風になると結局のところ別れてしまうエンドだからそうなると僕的にはやっぱり振られるに近いんじゃないかなっていう風に思う友達でいいよっていうので電話番 携帯の電話番号を交換しててエンドっていう感じになるのかななんか、遠距離恋愛っていう雰囲気は感じないかななんか、そういうのをつぼみちゃんがよしとするかって言われたら怪しいところでもあるんだけど、でも遠距離恋愛でも全然なんかすごいいいよな。なんか、つぼみちゃんとボブくんの遠距離恋愛ずっと見てたいよね、みたいな感じで。 痛くななるから遠距離恋愛エンドも全然ありだなっていうう風に思うんですけどねいやー、どうなんだろう。いやー、もうラスト、峰岸とかテル君とかみんな協力してくれてさ、もう肉塊部のみんなとかさ、みんなさ、お前は頑張ってるよ、みたいなことをモブ君を認めてくれたのに、これかよ、マジであくびしとんちゃうぞ、しっかり、信号見て。はい、というわけで、ま、とりあえずね、今回はこんな感じで終わろうかな、という風に思います。次回どうなっちゃうんだろうね、暴走するモブ君。テル君と対峙したからね、次回ライバルということで、まだまだ 気になるポイントがいっぱいありますので、今回も楽しんでやっていこうと思いますので、次回も楽しんでいきましょう。以上、モブサイコ103第9話でした。バイバイ。